え、ダダサバイバーやってる人見かけたけど、覗いてみたら、スキルで悩んでるみたい。このゲームはどんなに操作が上手くても、スキルの選択を間違えたら勝てない。最初から今回どんなスキルを使うかを考えといて。で言えば今回は、ガーディアン、フォースフィールド8世紀、第8世紀、マグネットダーツ、ドリルショット、にするとしよう。最初のスキルの中で、欲しい、ガーディアンがあったから、まずこれにしとこう。エナジーを集めて2つ目のスキルの時に、ガーディアンと、フォースフィールド8世紀、の両方あった。ガーディアンをレベルアップさせるか、それとも、フォースフィールド8世紀にするか。ここは、フォースフィールド8世紀にするのが得策。すでに入手したスキルは後でも出てくるけど、新しいスキルはランダム。だから欲しいスキルをとりあえず確保しといた方がいい。この方法でやっていて、今はスキル欄が1個しか残っていないけど、欲しい第8世紀がまだ出てきてない。ランダムで出た3つのスキルから、すでに入手したスキルを優先にレベルアップさせて、欲しい武器に欄を残しておく。この方法で、欲しいスキルを揃えて、どんどんチャプターが進む。やってみようぜ。